芸能人の本名。芸名で活躍している芸能人が多い中、やはり本名って知りたくなりますよね。そこで、今回は芸能人の意外な本名衝撃度ランキングを紹介します。まさかそんな名前だったなんて、また芸名だと思っていたら、本名だったあの芸能人は、一体何位？第10位、柴咲コウ。女優や歌手として活躍している柴咲コウの本名は、山村幸恵です。本名になると、全くインパクトがなく、平凡なイメージになってしまいますね。第9位、桐谷美玲。イケメン俳優の三浦翔平と結婚した桐谷美玲の本名は松岡さやさです。芸名とは全く違いますが、彼女の場合は本名でも売れそうな綺麗な名前ですよね。第8位、ローラ。タメ口キャラで人気のローラの本名は佐藤恵里です。あの容姿から、まさかこんな名前だったとは想像できませんよね。最近は、事務所の移籍問題などでメディアで見る機会も減りましたが、またバラエティなどで活躍してほしいですね。第7位、ベッキー。不倫騒動を乗り越えて、最近メディアでも見かけるようになったベッキーは、日本人とイギリス人のハーフで、本名はレベッカ・エリ・レイボーンです。これから以前のような2位が取り戻せたらいいですね。第6位、広瀬すず。姉の広瀬アリスとともに、大ブレイクしている女優の広瀬すずの本名は、大石鈴香です。小学生の時にテレビ出演した際には、本名で紹介されていました。第5位、綾瀬はるか。国民的な女優として活躍している綾瀬はるかの本名は、タデマルアヤです。この名字は、全国で約10人ほどと言われていて、綾瀬さんの家族くらいしかいない、とても貴重な名字だそうです。第4位、石原さとみ。現在、IT 企業の代表と熱愛の噂がある石原さとみの本名は、石上邦子です。本名は公開されていないのに、卒アルの流出なのでバレてしまったようです。ネットは怖いですね。第3位、キャリーパミュパミュ。個性的なアーティストとして活躍しているキャリーパミュパミュの本名は、竹村桐子です。小学生の時には、ジュニアアイドルとして、本名で活躍していました。第2位、マツコ・デラックス。MC として、大人気のマツコ・デラックスの本名は、松井貴弘です。普段は、女性のキャラが定着していますが、本名を聞くと男だったと実感しますね。第1位、スガシカオ。シンガーソングライターとして活躍しているスガシカオの本名は、スガシカオです。なんと芸名だと思ってたのに、実は、本名で、こんな文字を書くなんてびっくりですよね。意外すぎる。いかがでしたか？どの芸能人の本名も衝撃的でしたよね。個人的には、やはりスガシカオが本名だったことが一番驚愕でした。
いかがでしたか？菅氏顔さん、芸名じゃなかったことに驚きです。というよりも、むしろその名字はどこ発祥なのか気になってしまいます。あなたはどう思いましたか？今回の動画を多くの方に見て知ってもらいたいです。動画をグッド評価していただけると、動画が拡散され、より多くの方々に知っていただくことができます。ご協力いただける方はよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。